本ジャンヌです。あなたです。今日は父ちゃんの携帯で超伝説降臨ガチャを引いていきたいと思います。まあ211個あるんで40連ほど引けるんで引いていきたいと思います。何が来るでしょうか。スーパーサイジンコッティンが入ってほしいですね。はい、1体目、2体目、3体目、4体目、5体目、6体目、7体目、8体目、9体目、最後です、10体目、ラディッツの大猿でした。まあまだ30連ほど引けるんですね。ベジータ。前のダブルドッカンフェスみたいにご飯みたいにベジータ来てください。スパサジになっちゃいました。まあグッドまで上がってほしいですね。1体目、2体目からも来ました。 LR3体目です。まあ嬉しいですね。はい、まあ父ちゃんの携帯なんで4、5、6体目、7体目、8体、ね、9体、ね、最後です。来ましたね。はい、このこれ出たんでダブルドッカーフェスのセル狙いに行っていきたいと思います。あれ111個あるんで、これでセル出たら神引きですね。お願いします。ベジータ、ベジータです、ベジータです。ヤムチャです。スーパーサイジンになっちゃいました。まあゴッドまで上がってきたら嬉しいですね。1体目、2体目、3体目、4体目、5体目、6体目、7体目、8体目、9体目、最後ラスト10体目、メタルクーラー。あとまだ10連ありますから、残り10連です。皆さん願ってください。ベジータカモン。これでスーパーサイジンコットになってほしいです。スーパーサイジンで止まりました。1体目、2体目、3体目、4体目、5体目、6体目、7体目、8体目、9体目、最後ラスト10体目。あー、セルの方は出ませんでした。人造人間の方は出たんで、
はい、こういう感じです。はい。こういう感じですね。進化すると。この覚醒メダルと、この覚醒メダルが必要です。で、LR まで行くとこういう感じになっております。はい。このチャンネルの実況を終わりにしていきたいと思います。それじゃあ、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それじゃあ、またね、グッドもぜひ。